ウラル -4320 ウラル -4320 は、ロシアのウラル自動車工場で設計、製造された66の多目的、オフロードトラックである。ソ連時代の1977年に生産が開始され、現在も生産が続けられている。ウラル -4320 は、ウラル -375D の発展型で、様々なバージョンが存在している。 外見は、ウラル -375D とよく似ているが、大きな改良点としては、ディーゼルエンジンの採用があり、ウラル -375D の欠点の一つであった、燃費の悪さが大きく改善された。主に、当初は、ソビート連邦軍が、現在では、ロシア軍が、軍用トラックとして使用している。旧ソ連から独立した各国の軍でも引き続き、使用されており、 その他の国へも、ロシアから輸出されている。ウラル -4320 は、頑丈で修理が簡単で信頼性があるトラックで、送輪駆動という車軸構成により、貨物や人員、トレーラーや、牽引式榴弾砲を、あらゆる形態の道路や地形で運搬、牽引できる。また多連装ロケットランチャーを搭載した BM、BM-21 グラートの車台としても、使用されている。 バリエーションとして44仕様のウラル -43206 が存在している。本トラックが牽引する方の代表的なものとして D-30-122mm 流弾砲やに A65-152mm 流弾砲があるが、その他の方もウラル -375D が牽引していたものは、基本的にウラル -4320 で牽引可能である。 ロシア軍の最新装備である1 2 0ト、mm、ル迫撃砲2倍とト11の機械化、バリエーション1 2 0ト、mm、ル迫撃砲システム 2S12 では当初のギャスマイナス66トラックに代わり現在、ウラルマイナス43206の0651が組み合わせられており、移動時には2台後端にスロープをかけて台車に乗せた2倍とト11をウインチで2台に引き上げ、砲、弾薬、 人員をまとめて輸送する方式となっている。ソ連のアフガニスタン侵攻において、ソビエト連邦軍は、ウラルマイナス四千三百二十の荷台に、対空機関ホーズ十三から二を積載して、ガントラックを仕立て上げ、十マイナス二十三から四シルカと共に輸送車列の護衛に使用した。軍用以外でも民間使用として、通常のトラックや給油車が販売されているほか、消防車、 ゴミ収集車、木材運搬用などが存在する。ウラル -4320 の車台に 1BA15、ヤーブ -3A3 といった掘削用ドリルやグラを搭載した水、石油、ガスの井戸掘削機械も存在する。ウラル -4320 の車両デザインは第二次世界大戦中に生産された GMCCCKW 及び スチュードベーカー US6 を起源とする。当初はカマーズ製カマーズ -740 エンジンを使用していたが、カマーズのエンジン生産工場の火災が原因で1993年に供給が停止されたため、以降はヤロスラブリエンジン工場製のヤムズ -238M に及びヤムズ -236M にエンジンを使用することとなった。 ヤムズマイナス二百三十六 m 二エンジンの車両は、ボンネット部分のデザインを構わず百四十エンジン時代から変更なしであったが、ヤムズマイナス二百三十八 m 二エンジンの車両は、ボンネットが前方に延長された。1 9九十年代中頃より、民生用ウラルマイナス四千三百二十では、フロントバンパー内部に全消灯を埋め込む、デザイン変更を行い、 以前に全消灯が置かれていたボンネット左右のウィング部分の穴には合成樹脂の線がはめ込まれるようになった。しかしながらロシア国防省からの要望により、軍用トラックとしては引き続き、ウィング部分に全消灯を装着した仕様で製造が行われている。初期モデルはカマーズ 740V8 ディーゼルエンジン。排気量は 1857cc、圧縮比16、1。 パワーは 210PS に 600rpm。トルクは470フィート LBF1500rpm。形態の違いにより、形式番号の数字等4から5桁、その後の2桁が次のように不満される。ウラル -4320-19 ウラル -43206、4X4 43キャビンと2台のオプションに対する不満。 ウラルマイナス四千三百二十の五千五百五十七新型イベコキャビン装備ウラルマイナス四万三千二百六ウラルマイナス四十三 -432065 とウラルマイナス四万三千二百六すべてのバージョンでイベコ製キャブオーバー型キャビンを装着することもできる標準的貨物不評輸送トラック風雨を防ぐためのコロがついたオープン2台で2つの折りたたみ可能ベンチ1つの 取り外し可能ベンチが備えられる。不評、武器、その他補給物資の輸送用。密閉シェルター形態、缶具と呼ばれる金属製の四角い密閉シェルターを積んだもの。移動式書、通信施設、移動工房などに使用される。給油車、アッツガソリンや航空燃料などの石油を輸送するタンクに、他の車両や航空機に対して、 給養を行う設備が付随する車両。車体とタンクの大きさによって、ウラルマイナス43206ベース44の、アッツマイナス5、ウラルマイナス4320ベースのアッツマイナス6.5、アッツマイナス10、アッツマイナス11.5、ウラルマイナス557ベースのアッツマイナス7.5、アッツマイナス9、ウラルマイナス44202に掲引される。 トレーラーのアッツ -22 等が存在する。民間用としても使用される。石油輸送タンク車ガソリンなどの石油を輸送するタンク車として、ウラルマイナス -5557 ベースのアマゾンマイナス -7、ウラルマイナス -44202 に牽引されるトレーラーのアップス -15 等が存在する。民間用としても使用される。飲料水タンク車飲料水や清涼飲料を 輸送するタンク車として、ウラル -4320 もしくは5557、ベースで、アツプット -4.7、オッタ -6、オッタ -8、アツプット -10 等が存在する。航空電源車アッパー -5、D アッパー -5、DM 飛行場において軍用機のエンジンを始動するための電力を供給するための車両。 ウラル -4320 ベースのアパマイナス 5D と、それを近代化したバージョンのアパマイナス 5DM が存在する。トーイングトラクターとしての役割も担う。戦車運搬車ウラル -44202 の30トラクターに、チャムザップ -93853 から、運搬可能な重量が20.5トンまでであり、主力戦車を運搬することはできず。 軽量な不評戦闘車等用である。積載系トラッククレーン通常型2台のウラル -5557 に、積載系トラッククレーンを装備したもの、ウラル -58491。ダンプカーウラル -5557 には、ダンプカーが用意される。ポールトレーラー長尺の木材や金属パイプなどを輸送するためのトラックトラクター。 ス五千 -5960 の10。積載系トラッククレーンも選択可能。木材輸送トラックナス六 -6902。積載系トラッククレーンも選択可能。トラックバス2台の代わりに乗客を乗せるための客室を備えたワゴントラック。ス四万 -43206 ベース44の万二千 -32552。 ウラル -4320 ベース66のウラル -3255、32551等が存在する。掘削用ドリル車水、石油、ガスなどの井戸を掘削するためのドリルヤグラを備えた車両。蒸気発生ボイラー車、空気コンプレッサー車、トラッククレーン油圧ショベルセルフローダー故障したり、デイチにスタックした車両をクレーンやウィンチで、牽引救助し、 必要であれば、積載運搬するトラック。アームロール車産業廃棄物の回収用に、脱着式コンテナを積み下ろしできる機構を備えた、ウラル -4320 トラック。消防車等機作業車両除雪車やロータリー車が用意、されている。アルバにロシア連邦軍などが使用。デジタルコンバットシミュレータープレイヤーが操作することは、できない、AI 専用ユニットとして、 非武装のトラック、走行トラック、給油車、消防車のほか、荷台に図 -23 から2を積載した自走式対空砲タイプが登場。プレイヤーや AI が操縦する航空機の爆撃目標、あるいは脅威となる。簡易的な FPS 化を行う有料アドオンモジュール DCS コンバインドアームスを導入すると、プレイヤーが本社を運転することが可能となる。 ズ・マイナス23から2が乗った自走式対空砲タイプでは機関砲を操作し戦闘を行うこともできる。エクスマチナ113スピンタイヤーズ2014イギリス製のオフロードトラックドライビングシミュレーターゲーム。運転可能車両として登場。プロジェクトリアリティ、ロシア連邦軍、中東連合軍などの輸送車両として、不評輸送型、物資輸送型の2種が登場。 また、自由シリア軍の兵器として、荷台に2、つ23から2を搭載したものが登場する。エースコンバットアサルトホライゾン SRN や NRF が物資輸送に使用するほか、味方として給油車仕様が登場し、プレイヤーの機体に給油する。コールオブデューティシリーズ、COD4 ロシア超国家主義派グループが使用。COD メガワットにロシア軍が使用。 COD メガワット3ロシア軍が使用。バトルフィールドバッドカンパニーロシア連邦軍が使用。プレイヤーも運転可能。マーセナリーズ北朝鮮反乱軍のトラックとして登場する。メタルギアソリッド V ジグラ 6T という名称で登場。ソ連軍が使用する。ありがとうございます。